奥谷,奥谷玲子、奥谷玲子、奥谷玲子、1950年4月3日体は、日本の実業家。株式会社ザー,ール会長、2018年3月に、退任。CCC サポートコンサルティング株式、会社代表取締役会長、2018年3月に。本名は、米沢玲子。名前に使われている漢字、麗は、旧字体であり。 著書,書などでは、奥谷玲子とも記される。なお、奥谷は旧姓。現在の夫は、東京大学名誉教授、元日本学術会議会員で、理科学研究所計算科学研究機構、副機構長の米沢昭則。元夫は、衆議院議員。兵庫県神戸市出身。1974年港南大学法学部卒業。 日本の高度経済成長期に伴い、日本航空が年間500名以上の客室乗務員を採用した時代に客室乗務員として入社。その後1982年、同僚6人と人材派遣会社ザー,アールを設立。1986年には石原和子らと共に女性として初めて経済同友会の会員に選ばれた。また同年から6年間、 当時の堤政治セゾングループ代表との縁で、セゾングループが設立した人材派遣会社ウィル、現株式会社ミレニアムキャスティングの社長を兼務した。2002年5月には株式会社、ローソンの社外取締役に就任する。2006年1月には日本郵政の社外取締役に就任した。ローソン、楽天野球団各社の経営諮問委員会委員、経済同友会幹事、 独立行政法人国立新美術館、運営協議会評議員、神戸市市長諮問委員会員、神戸市神戸経済特区研究会員、ワウワウ放送番組審議会員、エンジンで一文化戦略会議幹事、厚生労働省労働政策審議会臨時委員、労働条件文化会会,会員、郵政省郵政審議会員、内閣府未来生活懇談会員、 国土交通省交通政策審議会委員、通商産業省産業構造審議会委員、通商産業省航空機宇中産業審議会委員、内閣不規制改革会議委員、厚生取引委員会、21世紀にふさわし、競争政策を考える懇談会会員。2002年、小泉内閣に、製造業での派遣労働解禁などを提言した、諮問機関。 総合規制改革会議、宮内義彦議長の委員。格差社会を批判する意見そのものを甘えと否定する一人である、口述の週刊東洋経済インタビュー騒動参照。2006年10月24日に開催された第66回、労働政策審議会労働条件文化に、使用者側の委員として参加し、過労死の問題について、自己管理の問題。 他人の責任にするのは問題イコール自己責任論労働組合が労働者を甘やかしている働く側が自分のライフスタイルに合わせて契約的な仕事の申し入れが多いのだと思います。党と発言したが有期契約の方が賃金等の対すぐるが良いからとかライフスタイルに合わせて有期契約に移っていきたいというのは一部の恵まれた有期契約労働者であって パートタイマーの労働者は、賃金がかなり低く抑えられて、最賃ギリギリという状況の中で生活をしているのが現実なのではないかと思います。などと反論された。さらに、週刊東洋経済のインタビューで、労働基準監督署も不要、祝日もい,いなくすべきと発言し、論理を呼んだ。インタビューで、人と接する上で気をつけてらっしゃることはありますかと問われ。 嫌いな人と付き合わないということですね。パッと見て嫌だなと思ったら付き合わないと答えている。NHK スペシャル、1000人に聞く派遣の本音、2007年11月12日放送で、脚本家の中園美穂と意見が対立。奥谷が派遣労働の聴取書について、持論を述べたことに対し、中園は、今私、ここの間に深くて、 大きい川が流れているような気がしたんですけどと述べた。奥谷がサラリーマンになってどっかの企業に入るというよりもむしろこれから職人になっていくみたいな時代に入っていくと述べると中園はみんな奥谷さんみたいにタフでパワフルだったらいいんですけどね。私もシナリオライターって派遣みたいなもんですけどと応じた。作家の林真理子とは20年以上の中であり、 偶然家が隣になった。林から見ても、こんなに好き放題してもいいんだ。というほど破天荒な人物であるという。日本アムウェイに関して、一般的にマルチ商法と呼ばれることも多い連鎖販売取引の手法が問題視されたが、この問題の是正のため2001年から諮問委員に就任。週刊東洋経済2007年1月13日号で、 格差社会と言いますけれど、格差なんて当然出てきます。仕方がないでしょう。能力には差があるのだからと発言し、インターネット上などで波紋が広がったことがある。記事では、過る社会だのなんだの言葉遊びですよ。社会が甘やかしていると持論を展開。過労死については、経営者は過労死するまで働けなんて言いませんからね。過労死を含めて、これは、 自己管理だと私は思います。ボクシングの選手と一緒とした上で自分で辛いなら休みたいと自己主張すればいいのにそんなことは言えないと変な自己規制をしてしまって周囲に促されないと休みも取れない。挙句、会社が悪い、上司が悪いと他人のせい。今の風土がおかしいと経営者側よりも労働者側の意識が問題との認識を示した。 2月7日の衆議院予算委員会で、川内博氏があまりの暴論なので提示させてもらった。柳沢白鸚厚生労働大臣の諮問委員に、日本国憲法を無視している人がいて、ホワイトカラーエグゼンプションを推進しようとしていると、質問し、奥谷の当該発言を読み上げた。この質問に対し、柳沢は、全く私どもの考え方ではないと答弁している。 この後、奥には、マスコミの取材に対し、発言の一部分だけを捉えた質問は、いかんと反論したが、2月19日の予算委員会で、枝野幸男が、十分釈明を聞きたいと述べ、参考人招致を要求した。結局、自民、公明の与党側が3月2日に、委員長職権で審議を打ち切り予算案が衆議院を通過したので実現しなかったが、週刊ポスト、女性セブン、 以上、小学館や、サンデー毎日、毎日新聞社でも、奥谷発言が取り上げられた。この発言に関して、奥谷は、朝日新聞の4月2日付けインタビュー記事で、真意が伝わっていない。工業化社会から知的創造の時代に移り、長く働けば生産性が上がる時代ではない。自分で、労働時間を管理し、生産性が上がるよう働けばいいという意味だったと、 コメントしている。5月22日の参議院法制労働委員会で、桜井光は奥谷について、この方が労働政策審議会のメンバーですね。ホワイトカラーエグゼンプションをどんどん進めていって、やられている方ですね。この方は規制改革会議のメンバーでしたね。過労死は自己責任といった人ですよ。こういう人が本当に有識者ですか何回も。 いつもこの委員会で問題になっていますけれども、過労死は自己責任だとか、そういうことをおっしゃっている方が、労働政策審議会の委員として適切なのかということですと批判っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。